えー、妖怪ですね。ちょっと妖怪のこの話をしようかなと思います。で、まあ最初になんですけど、妖怪はですね、あのー、まあ、地、地方の文献とかそういったものによってですね、伝わり方とか違いますので、あの、それこそ日本神話であれば、あのー、元がですね、 日本書紀とか古事記っていうのがね明確にあるんですけどもこういったものがおぼどけだったりしますからまああくまでもねまあそういうなんていうかなんか一説もあるみたいなねそんな感じの話で人、えー、の一つとしてまあ聞いていただければなというふうなねことでございますでまあいろいろとねあの妖怪いっぱいいますけれどもまあやっぱり同じようにですねエンドコンテンツで回している方がですね興味持ちやすいところから、まあ、話をした方があ聞きやすいんじゃないかなと思いますんで まあ、魂とでですね、強いやつをちょっと、あの、優先的にちょっと話した、したいなと思います。えー、なのでですね、今日はま、その一発目ということで、うーんーと、まあ、一本だからにしようか、どっちがいいかちょっと迷ったんですけども、最後ね、えーえー、ボスとしても結構よく出てきましたが、どこ行った行って行って行って。はい。こちらですね。はい。今日はですね、八つの神ですね。 えー、この妖怪について、まあ、お話をして、まあ、エンディングトークとさせていただきたいと思います。はい。えー、八つの神、またの名をですね、八田の神とも呼ぶようですけども、多分ですね、このこう妖怪は、あのー、ほとんど、えー、知らないという方が多かったのではないかなと思います。僕もですね、正直二王シリーズやって、 まあ、そんな妖怪もいるのかということをまあ知ったぐらいで、まあ、いわゆるこの、あの、蛇神っていうね、えー、蛇神信仰みたいなものは、あのー、割と有名なんですけども、この神様自体はですね、だいぶマイナーだと思いますんで、そんなにですね、えー、名前知ってたっていう方は相当マニアックな部類だと思います。ほとんどの方は知らなかったんじゃないかと思いますよね。どうでしょうかね。はい。えー、八つの神はですね、うんと、メモ打ったのどこだっけ。えー、っと、 バイハーでなくて、あれライブ配信メモ、あれメモ書きどっか消えたもしかして。うわ、マジかよ。ちょっと待って、メモ書き,、ま、き消えたこれなんか別、あー、あた、だた。よかった。別のライブ配信の一回メモ書き消えるミスやった。あ、はい。すいませんでした。えっ、ー、とですね。えー、っと、陶器伝で聞いたこやつ。ヤツのあー、そうか、そうか。当時年で聞いたことあったか。それは、詳しいですね。えー、っとですね。 えー、奈良時代のですね、日立、日立の国福土器というですね、まあ、あのー、ちょっと研究所っていうかね、当時のね、なんて言ったらいいんですかね、そういうまあ文献みたいなものが、地方文献みたいなものがあ,あったんですけども、奈良時代だから700年ぐらいの時代ですね、えー、の時代に、あのー、あった文献に出てきた妖怪ということになります。なので、まあ、ほとんど、 まあ、二王シリーズとかはね、同じゲームメーカーさんですので、まあ、使われていたかもしれませんけど、ほとんどですね、まあ、そういうことなんか、八つの神とかね、ネットで検索しても、まあ、多分ニ王2とか、二王シリーズとか、あの、陶器連が出てくるぐらいですね、そんなにマイナーな妖怪なんですよ。で、あの、日立の国っていうのがですね、現代の、茨城県です。茨城県あたりをですね、えっ、ー、と、日立、の国という風に当時、あの、奈良時代ぐらいに言ってたものですから、まあ、あの、その名前で、日立の国、 えー、ふどきというですね、まあ文献なんですけども、あの、二応通に出てくるですね、この解説だと真ん中の文章ですね、あのー、もともと進化はなくって始まって、この文章のところがですね、ちょうど、あのー、実際の、あのー、八つの神の、この話っていうのが、ここに書かれています。まあ、ここ書いてある通りなんですけども、あのー、もともとですね、まあ、なんていうかこう、こう、地域のちょっとした神様、 あくらいだったんですね。まあ、なんかこう、怒らせると、一族、同等、あの、根だやしにされるとか、ちょっとそういう怖い設定だったらしいんですよね。まあ、そういう、あの、地域の神様だったんですけども、あの、やはずの、えー、またちというですね、豪族が、あのー、まあ、そのなんか、この神様がね、えー、いる地域を開拓しようとしたということがあって、で、そう邪魔したらしいんですね。この、八つの神が。で、まあ、戦いになってですね、この豪族の、 え人とで最終的にこの土地を追い出されてしまったということになったようです。であのー、まあ一回追い出しちゃったんですけどもこの追い出した豪族がですね、まあ、追い出しちゃったけど、まあ、やっぱりこう神様たちちゃんとたたりが起こらないようにあがめといた方がいいんだというふうに思い直したようでで、あのー、追い出した後にですね、まあ、祠を作ってでまあ建てつったということから、まあ、あのこの地域の神様みたいな感じで、ねまあ、浸透していったみたいな。 形らしいです、ね、なんか音苗字バトルみたいなことをやってですね <laughs> この八幡の魔たち名前書いてありますけどこの八幡の魔たちっていう、まあ、豪族がこう戦ったらしいんですけどでまあ勝って結局、まああのー、八つの神は追い出されたということらしいですねはいえー、でまああのー、そんな感じのですねマイナラ神様なんですけども一応ちょっと関連の話で言うとですね、まあ、一番下のこの,あの文章にちょっと出てるんですけど、あのー、白蛇神社っていうのはねあ日本ではあのー、白い蛇 はあのー、昔からあの信仰の対象でした。でですね、あのー、蛇の神様っていうのは、こう古今東西とても多いんですよ、あのー。日本だけではなくて、まあ、あのー、世界各国ですね、ヘビのこう、まあ、モンスターとか、蛇のこの神話とかって多いんですね。結構有名なのとですね、例えばね、まあ、そうだね、ゲームとかでもよく登場するのだと、えー、っと、北欧神話の、えー、ヨルムンガルド。 あとアステカ神話のケッツァコアトとかねあとクトゥルフ神話だとイグとかって言うんですけどまあこういうですね世界各国にこのヘビの,の神様とかヘビのモンスターって言うんですあとまあよくゲームにも登場するメデューサとかねあ日本はそうヤマタノオロチそうですねはいノオロチですか日本の場合はヤマタノオロチなんですけどあとメデューサとかあとえー、っとあれなんか尻尾ラ,ラミアかあの下半身がね あのラミアとかいろんなこうねまあ多分ゲーマーの方は名前ぐらい聞いたことあると思うんですけどそういうようなモンスターっていっぱい多いんですよはいメジューサに石に石されたい、はいはでですねまあちょっとこっからは僕のちょっと考察みたいな話なんですけどまあこういうですね日本だけではなくて世界各国においてヘビの神話とかってすごく多いんですけどもまあこれなぜかということなんですね <laughs> だいぶちょっとこう性癖が <laughs> ぐさんやばいですよあれ、まあ、これね本当に、あのー、それこそ、えーまあ、いろんなこう文化圏違うところでもヘビの神話っていうのはすごく多いんですよ。でこれはですねなんでこういうふうになってるのかなっていうのは僕もまあ歴史がいろいろ好きなので自分なりにね、あのー、いろいろとこうあの考えてみたんですけども、まあ、おそらくですね、まあ、これはまあ僕の、あのー、いろんなこう推察の話なんですけど国会先はね。あの蛇は あの非常に古くから人間にとってこう信仰の対象になりやすい存在だったんだろうというふうに思います。で、まあ、その信仰の対象になりやすいというのはどういう生物になるかっていうと、あのー、なんていうかな、人間にとってありがたい存在でもあり、で、同時に、なんか可愛らしい存在とかって、ウサギとかじゃダメですよね。まあ、からしい存在じゃなくて、と同時に、威風すべき存在みたいなのが、ちょうどこうミックスされてると、まああのー、信仰の対象になりやすいんじゃないかなと。 いうふうに思うんですね。で、おそらく、まあ、れがあってですね、蛇っていうのは、まあ、古今東西、まあ、いろんな、こう、歴史とか、あの、伝統とか違うね、地域とかでも、同じようにですね、神様とか、あの、神話とかので出てきやすい。あと、まあ、あれだね、えっ、ー、と、言い忘れてましたけど、キリスト教だと、あの、アダムとイブがね、えっ、ー、と、隣国ってですね、あの、楽園から追い出されるんですあれ、蛇ですよね。蛇にそそがされてっていう感じで、まあ、いろんなことで、こ,とでこう、登場するんですけど、まあ、あの、 信号対象になりやすかったんじゃないかなと思います。で、えっと人間にとってこうメリットであったらどういうことだったかっていうとですね。蛇はあの非常に古い時代から人間にとってはとてもこう役に立つ生物でした。これはまあ何でかって言うとですね。あのー、<laughs> ま、うさぎの信仰はね。そうだね。確かにウサギ信仰は聞いたことないですね。笑まあ、人類がですね。だいたいこう紀元前ね。まあ、これもまあ義務教育とかで出てきたかもしれませんけど、まあ,あの1番最初こう。紀元前4000年ぐらいから。 あのーまあ、いわゆるこう、あのー、農耕が始まったぐらいのことを指してるんですけど、まあ、文明が始まったみたいな感じでね紀元前4000年ぐらいからメソポタミア文明とか、えー、インダス文明とかね、まあ、か多分授業でも出てきたと思うんですけど、まあ、そういう文明が始まったっていうこと,ことぐらいから、あのー、人間にとって、あのー、も,うあのものすごい嫌な生物になったのはネズミだったんですよ。これは、まあにあのー、人類が あの農耕っていうね素晴らしい発明をしまして、まあ、それまではこう狩猟して、えー、それから、まああのー、釣りやってねこう魚取ってとかっていうことで、まあ、あのなんとかこう、えー、生き延びていたんですけど、まあ、植物を育てれば、あのー、結構こう安定して食べ物が手に入るじゃないかということに、まあ、すごい大発明ですよこれ実はね、あのー、太古の大発明をした人がいて、まあ、あと、あのー、厳密にはあ牧畜とかもそうなんですけど、あのー、農業を発明した人がいて。あ そ植物を育てるようになったんですよ。で、それ以降、人類にとっては、もう本当にこう、こうもう憎い存在になったのはネズミなんですね。まあ、ネズミがとにかくこう、あのー、食料食うわけですよ。あのー、保存した、ねまあ、米とか、まあ、だから、あの日本だと高床式ってね、畜産をやり始めた頃なんですね。畜産、そうですね。大体お同じぐらいです。 紀元前、まあ、4000年ぐ畜産と、あと、まあ、あの、濃厚ですね。まあ、これぐらいから、まあ、あの、いわゆるこう、人類が安定して、食料を取れるようになって、まあ、これによって、まあ、コミュニティを形成するようになっていって、まあ、これが国家というのが、あの、枠組みになっていったみたいなね。まあ、その、最初のコレチーですけど。で、まあ、話を戻すとですね、あのー、とにかくネズミがもう、本当に厄介な存在なんですよ。だから、まあ、あのー、さっき言い,言いかけましたけど、あの、日本では、高床式倉庫ってね、ありましたよね。 あのー、縄文時代とかにね。縄文時代、弥生時代とかかな？ネズミ派処刑道具にも使われるくらいですからね。あれ、ネズミ返しっていうのはねこう。名前の通りでネズミが入ってこないようにするっていうことなんですよネズミはだからとにかくこう。病原菌も運んでくるし、食べ物も取っていくしっていうことで、ね、もう本当になんか人類とかがこのネズミをどういう風に処理するかっていうのが、あのー、すごい重要な問題あのー、テーマだったんですよ。 もう古くから、ね、でそこでですね活躍したあ人類にとって本当にこうありがたい生物だったのが、まあ、猫とか有名ですけど、ね、猫とあとまあ,あの古くからあのの、えー、オオカミの祖先オオカミ祖先ぐらいから飼ってましたけどあとまあ犬ですよねあるんですけども、えー、実はですねあのヘ、ー、ビもそうなんですよヘビ、まあ、はあのね、まあ、あんまりこうヘビペットとして飼ってる人い,いないかもしれませんけど、まあ、ヘビペットで飼ってる人はね 高床式に引っ越そわか,かるかもしれませんけど、あれ、こう、あの、冷凍マウスをそのまま餌として食べるんで、まあそこはわかる通り、ヘビってね、あの、ネズミを食べるんで、ネズミの天敵なんですよ。あと、まあ、フクロウとかもそうなんですけどということで、あの、古今東西こう、人類にとっては、こう、ありがたい、あの、ヘビをとりあえず、こう、 あの、捕まえて置いておけば、ネズミよけになると。ネズミをこう食べてくれるみたいな。あと、まあ、そもそも蛇いるだけでネズミが近づいてこないんですね。ということがあってですね。まあ、あのー、とにかくこう、蛇ってのはそう、ありがたい存在だったんですよ。で、逆はネズミですね。病原菌、黒死病そ、ね。そう。うん、なので、逆にね、例えばネズミが、 ものすごいか、神格の高い、あの、維持すべき神様になっているとかない、ないじゃないですか。<laughs> ほとんど聞いたことないですよ、そんなことね。ただから、多分、まあ、一応、まあ、これは、あのー、その、あのー、この神様とかっていうのを、こう、人類が頭の中で考え出したっていう、こう、想定に基づいて喋ってますけど、まあ、あの、仮に、まあ、そうであるとすればですね、えっ、ー、と、もうこの人類にとって、あのー、ありがたい存在であるか、まあ、そうでないかみたいなことが、まあ、どういう信仰の対象になってくるかっていうのが関わってくるというような話ですね。 で、まあ、とにかく、あのー、ヘビというのはもう大変にありがたい存在だったんですよ。で、ただしですね、で、あのー、途中から話した話のことに戻るんですけど、同時にですね、袖だけじゃなかなかね、新婚の対象にならないんですよ。まあ、と途中でうウサギとかね。 可愛い,いだけとか、まあ、ウサギが別に役立つかってあんま役立たないかもしれませんけど、まあ、単に別に害がないとか言うだけでは別に信仰の対象にならないで、同時にですね、まあなんかこう、あの日本であれば古くからこう自然が信仰あの対象になったように、まあ、あの、怖い存在、威風すべき存在っていうものが同時にやっぱ信仰になるんですよ。で、あのーお、蛇ったどうかっていうとですね、あの、同時に危険じゃないですか。まあ、あの、種によっては、あのー、猛毒を持っていたりしますからね。 あのー、同時に危険な存在でもあるということでこの、まあ、人類にとってこうありがたい存在でもありただしあのあの扱いを間違えるとこう危険な存在でもあるっていうです、ね、このこう絶妙なバランスの生物であったと、まあ、人類にとってね <laughs> っていうことがですね、まあ、これがですね恐、まあ、らく古今東西ですねさまざ、あ、まなこう文化圏とかの違いがあっても、あのー、共通で蛇っていうのはですねあのいろんな信仰の対象になったりとかね、あのー、神話上の えー、中に登場したりするんですけども、まあ、こういうような、あの、形になっていったんじゃないかなというふうに、まあ、僕は、あのー、推測をします。<laughs> はい。まあ、というようなね、えー、ことでですね、まあ、日本の場合は、まあ、途中でね、ちょっとコメントにもありましたけども、えー、例えば、まあ、あの、日本神話のね、えー、モンスターみたいなことで言えば、山田の王子と。 それからまあこの、えー、八つの神のねまあこういうまあちょっと八つの神はマイナーかと思いますがこういうようなあの地域の神様みたいな形でも出てくるしそれからまあ,あの白い蛇っていうのはね、あのー、あ日本ではあ幸運の象徴ということでね、えー、いろいろとつられてきましたのでまあまあこういうような。あ 生物で、まあ、きっと、あのー、昔からですね、こういうヘビっていうのをいろいろとこう、あのー、良い生物として、えー、利用しながらもですね、まあ、同時にまああの危険な生物としてね、えー、威嚇してきたみたいなそういうような歴史がですね、まあ、日本でもあったんじゃないかなというふうに思います。はい。そんなあことでございまして、ですね、えー、今日のお話は、えー、以上になります。はい、絶妙なバランスゆえの信仰の対象なんですね。<laughs> うん そういうことですね。私からしたらヘビもネズミも敵ですけれどね。<laughs> まああのそういうなんか視点で見るとね、どういうなんかねあのー、生物があの侵、ー、攻対象になりやすいか,とか、ね、まあ生物に限らずですか。まあ、そういうものがあの侵、ー、攻<解>対象になりやすいかそ、ね、のエンディングトーク楽しみにしてますよ。<laughs> <い>あのー、まああのわ、ー、かりやすいと思いますね。単にこうあのー。 なんか、こう、怖いだけの存在ではダメだし、単にこう、役に立つ、利用できる、例えば、豚とか牛とかね、あの、もう、古くから家畜としてひたすらこう、利用してきたりする。それがなかなかこう、それだけじゃ信仰対象にならないんでね。あの、この両面がね、うまくこう、あのー、バランスよく、ハイブリッドすぎる。けどそうだね、ワイラはね。 はい。まあ、進行対象になりやすいんじゃないかなとかいう視点でですね、あの、見てもらえると、こう、いろいろとこう、あのー、イメージしやすいんじゃないかなと思いました。まあ、これはあくまでも僕のこの、あのー、さ、後半の話はね、自論なので、まあ、皆さんこういう話を聞かれてですね、まあ、どう考えられるでしょうかと、まあ、こういう、あの、お話です。